影。皆様いかがお過ごしですか。この声でまた皆様と共に楽しいひとときを送らせていただきますです。はい、今夜のテーマ舞台は病院。出してくれ、やだ、こんなところで死にたくない、頼む、出してくれ。私この世界でもかなりキャリアを重ねてまいりましてですね、今後もさらに一層努力しようと思ってるんです。はい、今日と明日がすれ違う深夜の一時を恐ろしい何かが待ち構えている。私ちょっとさっきから何それで関係ない話やってんの。俺今日ゲストだって聞いてきたんだけど。いや、ゲストにしてはちょっと目立つ登場の仕方じゃないかなって思うんですけど、まあ、とりあえず始めてみますか。ラジオにアルマジキアルマジロ、言語道断のアルマジロ、ステレオスラップスティック空飛ぶアルマジロ。というわけで、今日のね、はい、ゲストは塩沢香音人さんです。どうもです、久しぶりです。お久しぶりです、よろしくね。元気でした？うん、まあそこそこよ。てなところでラジオの無法地帯空飛ぶアルマジロ、この番組は君と一緒の夢を見る代々木アニメーション学院の提供でひたむきにお送りします。出演は君の暮らしの四皇帰り、ニューヨークの塊三谷裕二と、あなたの暮らしの小村帰り富永美奈と、僕の暮らしのトンボ帰りクソちゃん。はい、そして今夜の席のお客様は、どうも塩沢からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいいですね。どうもなんて言ったゲスト初めてよね。アルマジロ飛ぶってわかる？勉強ができるのを知ってる？そう、代々木アニメーション学院大阪校。キャラクターをかっこよく動かしたい君にはアニメーター科。素敵なヒーロー、ヒロインに色を塗りたいあなたなら仕上げアート科。漫画家、コミック作家になりたいなと思う方にはコミック劇画プロ養成科ね。アニメやコミック、映像の勉強なら何でもできちゃう。代々木アニメーション学院大阪校。詳しいお問い合わせ、案内書のご希望は大阪 06-362-9605、 大阪 06-362-9605 までお電話くださいね。待ってます。素晴らしい病院その1。次の患者さん、どうぞ。はい、こちらへ。先生、お願いします。いや、どうもどうかしましたか？はい、3日ほど前からなんだか体がだるくて。うん、体がだるい。体がだるいわけですね。カイト君だよ。はい、かったるいと。それで？はい、食事も少ししかいただけなくて。食欲がないんですね。食えねえと。それで？呼吸も少し苦しいんですが。なるほど、わかりました。まあ心配ないと思いますが、一応診察しておきましょう。さあ脱いでください。脱いで。あの、何です？あの、二人も男の先生。何を言ってるんですか。我々は医者ですよ。医は忍術ですよ。忍術じゃないんですよ、学問ですよ。でも、わかりました。じゃあ明かりを消しましょう。それなら
いいでしょう。それでしたら。ふざけしましたよ。脱いでください。先生、脱いじゃいました。だからおめえがこっち行くからよ。引っかかっちゃったじゃん。もうちょっと前こそあっち行けよ。邪魔だ。だからちょっとほらこれをこうあれちょお前ちょっと先生、診察の方は。あなたね、針と糸持ってます？はい、持ってますけど、でもどうしたら。今私がこう慌てて脱いだせいだと。いや、多分僕が脱いだズボンがね、もつれちゃって引っ張ったら、いや破れちゃった。どうぞ、そこをおかけください。はい、変な人ですね。ありがとうございます。あれ、どうしました？ここが少し痛くて、そいで、ここがちょっとうずいて、それで、ここも。ね、君、そうやってね、いちいち看護婦の体で説明しなくても、自分の体でやればいいからね。はい。とりあえずまあそんなことなんです。よし、わかった。この前のカルテ照合してみるとね、これは悪性の水虫だ。やっぱそうですか先生。何か大丈夫でしょうか。隣の病院じゃ水虫と診断された患者がディステンバーで死んだって聞いたんです。なーにをバカなこと言ったんだ。私は信用しないのか。隣なんかと一緒に住んじゃない。そうですよ、うちの先生が水虫だっておっしゃったら、死ぬ時は間違いなく水虫で死ぬことになりますから。安心してくださいよ。水虫。今日使いました曲の一曲目は斉藤由貴さんの悲しみよこんにちは。悲しみ、こんにちは。心を込めてご一緒に。悲しみよ、こんにちは。そして今かかっている曲が爆風スランプの鐘。心を込めて鐘ご一緒に。鐘アルマジロ。飛ぶってわかる？わかんない。代々木アニメーション学院からのお知らせのお時間です。代々木アニメーション学院では平成4年度の育英生の募集を行っております。はい、育英生についてご説明いたします。なんと入学から卒業まで学費が全額免除となる上に、在学中の成績によっては就職後1年間毎月制作援助金をも受けることができる、とっても素敵なシステムなのです。ただし育英生になるには筆記テストを行う第一次試験、面接での第二次試験をクリアすることが絶対条件です。はい、育英生についての詳しいお問い合わせは代々木アニメーション学院東京校、東京03-378-8999、大阪校大阪06-362-9605、仙台校仙台02-226-8-6511、代々木アニメーション学院各校までお気軽にお問い合わせください。クソちゃんのため息、略してクソダメコーナー第1話、美しさは罪。
ああ、また今日も罪を作ってしまった。私はどうしてこんなにも美しいの。宮沢りえ、中山美穂、あんな小娘目じゃないわ。私と渡り合えるのは後にも先にもマリリンだけ。それにしても三ツ矢のやつ、こともあろうにこの私を亀だなんて絶対に許せない。でもまあいいわ、次期アニメ界の女王はこの私。そう、富永ミーナのものよ。ほほほほ、気持ち悪い。あ、いけない、また自己陶酔しちゃった。うふふ、お茶目なミーナ。うん、誰も聞かれてないでしょうね。ふ、さあ仕事仕事。これはフィクションです。あ、ミーナさん怒ってる。今日紹介したおはがきはペンネーム海野亀尾さんからでした。アニメ戦士のたどる道は遠く暗いけど、その道の向こうには銭の泉が湧いてます。はい、それでは、坂入くん、堀川亮に声が似てるって。でも、はい、あ、ミーナ様っていうペンネームの人からしました、うん、ね、この音楽が終わるとこのコーナーは終わっちゃうわけなんですけども、今日は何をやってもらおうかと思うんですが、私のコーナーなんですけど、ほら、生ですよ。メニューを悲しみの気持ちを込めて読む、それでいいんですね。はい、じゃあ泣かせる、泣かせるね。はい、読め、はい、メニューを読みます。ビーフカレー、ビール開く、なんで800円、高い、ドライカレー、オムライス850円、カツカレーがなんで900円、高すぎる、せめて700円にしてほしい、なんでお弁当が900円なの、ピーマンが入ってたらどうしよう。はい、ご苦労さん。はい、それでは、今日は久しぶりに金藤さんいらっしゃっていただきました。あ、すっかりくつろいでしまいました、久しぶりですね、会うのね。うまい年なの。3人馬なの。なぜか馬が3頭ですけどもね。困ったもんですけどもね。ナイキも飲んでますか？ええ、もうそれだけは。ああ、今日はテーマが病院ということなんですけども、はい、病院にお世話になったってことは。え、結構。結構あれ。最近はないけど、はい、以前結構なってる、まあ、うん、なりましたね、はあ、真面目にになった時もあるし、うん、真面目になった時もある、ね、お酒原因でって時もありましたし ね、うん、なんかね、事故ったらしいですよ、酒飲んでて。もうね、うちから友達飲んでましたね、うちでね、うん、でまあそろそろ帰んなきゃいけないって言うんで駅まで送ってったんですよ、うん、自転車で。で、ダメだよってね、運転しちゃう、ね、でもまあもう少し飲もうか、うん、で、まあ、また駅前で飲んで、どうも当然終電がなくなって、じゃあうちに戻ろうか、何しに行ったんだかわからないですけど、でそいつがそしたら今度じゃあ俺が代わりに帰りは、うん、代わりに運転して自転車をね、一気のやつ、うん、とこう右左にこうクロスするんですよね、体が酔っ払ってるからうだうだしちゃう、うん、まあほらね、片方が右で僕左とか、とここにそういうふうに電信柱があって、ベタッ、もうほとんど額というかね、ほとんどお岩さんの世界で。でも酔っ払ったのが原因だと意外と看護師さんとかも冷たくありました。そんなことない。冷たかったよ。やっぱ。だって。この患者さん、酔っ払って怪我しました。だ俺はその場で失神したんだよ。もうそれで気絶ですから。気がついたらもう朝で。うん、なってた。なったかどうかわかんないけど、顔見てびっくりしましたね、ほとんど。もうすごいんだもん。もう激突だったわけですからね。激突ですね。おかげで視力なんか 1.0 から 0.3 くらいになった。あらららら、気をつけてくださいよ。酔っ払って自転車運転しないようにね。おはがき読んでもよろしいでしょうか。病院のというテーマでいただきました。ありがとうございます。淀川区の三谷さんの子供が欲しいさんからいただきました。無理かもしれない。病院って暗いイメージだけど、お産で入院するのは病気で入るのと違うので、産婦人科の病室はとっても明るいと。産婦人科の先生って明るいのかな、見ちゃったみたいなのかな。でもあんまり産婦人科の人がにこやかだとさ
おめでとうですよとかってなんかやらせてそうだねけどね結構ね同室の人とすぐ友達になってワイダンしたり子供の名前を考えあったりと女の世界があるみたいな女子高生女子高の教室みたいな感じになるんじゃないかあこの前ね、うん、ほら関くん関俊彦くんとかも女の子生まれて、うん、なるみちゃんねそれで名前をどうしようかって話した時にね、うん、僕がねりって名前がいいよって言ったの関りダメだよね話してましたけどねそういうことしか考えてないんだろうねきっとねもう一枚いきましょう、はい、ペンネームは花枕ゆめじさんからいただきました、はい、ただいま病気にかかっているのですがそれはとっても辛いものです、うん、だって7年間もかかっているんですよえ、何年も入院してんの三ツ矢さんに恋煩いおー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 無理だと思うけどねけど恋煩いっていうか、うん、僕ね本当にここが痛くありません、うん、でも僕割と諦め早い方だからあんまり煩わないいや最近じゃないですけど、はい煩ったことある？恋の煩い。いつもその甘い声で落とし。バカ言ってんじゃないって。何にもいいことないんだから。ダメだでもこれ酔っ払うと本性出ちゃうから。ありますか？いやないやありますよねやっぱ。ありましたよ。けど、うん、本当に痛くなりません胸が。胸キュンってすること僕ね諦めるの早いから割と煩わずに済んじゃうんだけど。俺結構引きずるタイプ。引きずるタイプでしょ。うん、僕割とねあのきっぱりしてるタイプ。こういうとこ変に男らしいの。うん、富永さん？私、痛くなるけどね、意外と思い詰めちゃうタイプ。割とカラッとしてるタイプだからね。うん、ネッとしてるから。かもしれない。はい、全然病院と関係ないんですけども、はい、ああ、三ツ矢さんの声って素敵だわ、当然さ。っていう人から来ましたけども。なんで1枚だけ選んでると思ったらそういうやつだったね。三ツ矢さんが編集長しているってあるラジオ番組で聞いたんですが、出版社雑誌名がわからない。ソワレという雑誌で日本文芸社から出てますけども非常に売れちゃってて売り切れてる続出なので文芸社の出版でこういう本を、うん、ソワレってくださいって言えばで毎月あの毎月じゃない隔月号なので、うん、偶数月の頭に出ますだから今度は12月の7日に2号が出ますからよろしかったら買ってください、うん、宣伝してくれましたけど、いろいろやってるでしょファンの方に私宣伝するようなこと何もないんですよ。最近しないでどんどん。仕事多いんじゃないの？コマーシャルとかすごいよ。いやそんなこともないですよ。いやそんな。言わずよ。なんでよ。一日10本ずつぐらいやってるって。あのね噂はねなんかアニメはもうギャラが安いからやらない。いやよく言うよ。ね、孤独な仕事が多い方だから。いやどう今やってるのははいあっこですっていうねもうほら。子供のいるお父さんの役ですもん、ね、やっぱなるのねだんだんううでもないよ僕まだ今度突然さんおばあさんの今度おばあさんの役だけどさ突然飛んじゃいますけどもね、うん、というわけでね病気の方はね早く元気になってください、ねまあ、恋煩いは仕方がないですけどね私も恋の煩いしてみたいですじゃあ静岡さんありがとうございました、はい、どうも第 2869.7 号回恋の煩いがなんだ気まぐれインフォメーション21日に発売になりました、はい、これはですね、まず大魔王シャザーンということで出てこいシャザーンオリジナル声優による日本語吹き替え版ということですけど、はい、そしてスカイキッドブラック魔王ということでね、はい、懐かしいですね我々はスキマシンモーレースの 第2部作とも言えますね、うんはい、ということですこちら発売になってますコロンビアビデオさんから出てますそしてねレーザーディスクの方は11月の21日に両方とも発売です、はい、1月待てば大丈夫ってことですねいやいいの見たいなこれねえ懐かしい感じがしますけどね、うん、気まぐれインフォメーションでした Alright, last tune is Lewis and Phillips. Hold on. You're the pain. Why do you lock yourself up in these chains? Armadillo? Bobby, do you understand? I can't.いやー君たち今最もハイセンスな映像って言えばそうアニメーションだよねそのアニメーションを勉強するなら代々木アニメーション学院が絶対おすすめアニメーターか仕上げアートかアニメーション制作か背景美術かアニメーション撮影かコンピューターアニメゲームか
コミック劇画プロ養成家、ビジュアルイラスト家、声優家の9つの家が待ってるよ。代々木アニメーション学院へのお問い合わせ、案内書のご希望は大阪 06-362-9605、 大阪 06-362-9605、 または東京 03-378-8999、 東京 03-378-8999 までよろしく。はい、というわけで今日は塩沢金人さんをゲストにお送りしましたけどもね、はい、病院という、ね、病院と言って病院でなぜ金人かよくわかんないんですけど、いやいや、ねえ、なんで、ね、もっとお酒とかさ、うん、ね、そういう話題の方が良かったかもしれませんがね、はい、来週はですね、食卓のある風景というテーマですが、その次の週がですね、お化粧という馬、はい、ユーマさんのお化粧というテーマ馬じゃないですよ、それでその次の週がです、ね、はい、遊園地というテーマですので、どんどんテーマに沿ったおはがきをね、それでおはがき採用されます。その中から1名様に T シャツをプレゼントしたいと思います。はい、今日はですね、花枕ゆめじさんという、恋煩いの方に差し上げたいと思います。 T シャツって治んないかもしれませんがね、はい、早く元気になってください、はい、これ変な話ですけどもね。じゃあ、あの金子さん、またあのどうも、ね、久しく飲んでませんけども、そうです ね、また酔っ払いたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラジオにあるまじきアルマジロ、今後道断のアルマジロ、空飛ぶアルマジロ。この番組は代々木アニメーション学院の提供でお送りいたしました。作、構成、響きとしや、出演は、あなたの暮らしの恋煩い、煩ってばっかりの三谷裕二と、あなたの暮らしの恋煩い、煩ってないと、富永美奈と、はい、僕の暮らしの123、クソちゃん。そして、今夜の素敵なお客様は、面白い人ですね、この人、塩沢兼人でした。はい、というわけでね、今日も終わったらね、飲みに行ければいいんですけど、ね、親父の歌うんですよ。目つぶって歌うんですよ。顎出して。こういう女の歌います。ちょっと歌ってみてください。その伝えたい感じですか。はい、親父の歌います。はい、どうぞ。あ、じゃあ聞いてみよう。はい、海はよ、あー、もうやだ。変な、ごめんなさい。本当に面白い。病気なんです。今日のテーマで。カラオケに行きます。